さん、あなたに必要なのはマッサージなんかじゃなくて運動なんですよ。だってあなたの体、私の体のことあれこれ言わないでくれ。ここにいる誰も私の体のことも私のことも何一つ分かっちゃいない。お前どうしたんだよその顔。私、どうもしませんけど。ひどい仏頂面だよ。生まれつきでしょ。堀江清志、交渉。これから君を癒しの吟遊詩人と呼ぼう。私バカよね。分かってるの。もちろん私はあなたと結婚すべきだわ。そしてもちろんこれは素晴らしいチャンスなの。そしてもういいぞ。じゃあ結婚する。ちょっと待って、あと1週間か2週間いいでしょ。いや、僕の休暇は27日で終わりだよ。面倒なことを言ってるのは分かってるの。でもまだ。それで、おはようございます、皆さん。じゃああなたがベビーフェイス？そうです。バカなだめでしょ。こんな変な服で失礼します、皆さん。でも仕事着なんで、手もあんまり綺麗じゃないんです。だって、パーティーに呼ばれるなんて知らなかったから。パーティー？だって、レディーたちがいらっしゃるから。レディーたちがいると恥ずかしいわ。8月の祝日にあの子を誘い出したね。笑ってすいません。そんな風に言われるとなんだかおかしくて。はい、じゃあ死になさい。はい。どうしてこんなことになったの。いや、それが僕らは、あなたは祝日楽しく過ごされましたか。質問に答えなさい。話してみるともっとずっといい階級の人みたい。あ、いや、あなた世の中のことをよく知ってるわ。あっちこっち渡り歩きしましたからね。何の取りにもないけど、正しいことをしようと。